ったのも。インコース高めかアウトコース低めの同じストレートストレートはストレートそれなのにインコース高めかアウトコース低めかの差だよ。笑う小沢と怒れる人し酒場か。小沢さんの大好きな缶チューハイと二階堂もございますが、今日はですね、キキ缶チューハイとキキ麦焼酎やってみようかなと思います。キキ缶チューハイかなりちょっと自信がある。最初に5種類飲んでみます、うん、でその後に、隠して5個飲みます、うん、1番目に飲んだのはどれ、2番目に飲んだのはどれで、5個中何個当てるってこと、何個当たるかを2ラウンド制で。この後だって久々の生配信じゃん。ベロベロになってるかもしれない。危険です。まあいいよ、やるじゃん。はい。こっちは自信がある。こっちはね、これとこれの微妙に違うっていうのがいまいちなんだけど、はい、絶対俺これとこれは分かると思う。分かりそうですね。うん。この3つがちょっと際どい。大体さ、このロックで飲んでる人間っていうのは味が分かるんだよ。俺ソーダで割っちゃうじゃねえかよ。薄まっちゃいますもんね、うん、味は。全部こっち当たったらなんかご褒美ある。ご褒美はあの残った小沢さんの大好きな缶チューハイをさお持ち帰りいただくっていう。お持ち帰り残った二階堂もお持ち帰りいただく。重いわ、ね、持って帰る。まずはい、5つの味を味見していって味を覚えていただくと。はい、はい、いやこの辺は自信があるからな。多分これ飲んだことないと思う、うん、量が利き酒じゃねえだろぐらい飲んじゃった。ただ飲みたいだけじゃないですか。喉が渇いた。なんて言おうとしたんですか今。全部当てたら明日の侍ジャパンは勝ったの当然だなと。意見聞かずに、まあ書けないよ、ミスったらやばいから。これはもうね、匂いもそのもんだろうから、うんうん、これ飲まなくても毎日飲んでるいけそうな気がする。どれとどれが似てるとか難しそうありました？この2つは絶対すぐ分かる、うん、これだね、1、2、3、この3つ、はいはいはい。でもなんとなく2つは理解できた。ってことはこれじゃないってことはこれって言えばいいんだ。あ、除去法で、除去法でいくしかない、はいはいはい、実はこれに似てて分かりにくいストロングがあったね。うわ、それが来てたらちょっとこれと迷うなっていうの。なんで先生教えてくれなかったんですか。なんか収録に順番決まりました、はい、で今回ちょっとあのシステムを用意しまして、こちらです。一
ストロで飲むの。なんだよこの穴。これをストローをこう刺します。普通に奥でお前グラスに入れてきてやればいいじゃないの。ちょっとこうしてですね、例えばこういう穴から出すのはい、ただ吸うのがさ、こうだろ。そうですね。え、ごめん。はい、はい、じゃあということは、これの力、こんにちは。若干微妙、1個目と。1個目ともう一回もらう、飲んでみるっていうか。はい、大丈夫です。しこっちゅうストローでやり始めたら、本当よ。1個目が間違えたからの。口で飲むと、はい、こう入る量がなんかいっぱいだから甘さが広がるんだよ。あ、でもストローだとなかなかこうこの違いが分かんなかった。これはなんで分かったかっていうと辛口だ。うん、確かに辛口中華。そうで、これはいつも飲んだから分かる。で、これはレモンの香りが上品な感じ。あの柑橘系って感じ。ソムリエですね。コメントがソムリエです。そう。素晴らしいです。まずこのムリムリってやつ。初めて。香類じゃねえか。香類なんですけど麦焼酎っていう謎の。これでもこうやって書いても無駄だよな、ストーブの。いいですか。ちょっと待って、うん、まあ、なこれいつも飲んでるとはいえ、はい、で今回リンチコがお店に行ったらちょっと2種類あったんで、普段リンチコって知ってる模様もちろんフラスコのリンチコ、へえ、あれが一番高い。あ、そうなんですか。はい、これ初めて僕見たんです。これ、はい、嘘つけ。本当です本当です。こっちの下町のナポレオンのボトルのはよく見るんですけど。
これもよく見る。あ、本当ですか。逆に言うとフラスコのあの擦ったらアラジンでもの魔法のラブみたいにあのジニーが出てきそうな形のです。あの。へえ。まあ理解解釈する。この圧倒的に違いだな。ブーってくるよね。すげえ。まあこれもこれもよく飲んでるからさ。違いあるんですか。こうそれがよくわからない。ストローでやっとかねえと。そうですね。そこでまた風味が全然違うもん。この2つこれも自信あるわ。女性の引きとかないと。何を触ってる。そうだよな。いわゆるインコース高めかアウトコース低めの同じストレートストレートはストレートストレートなのにインコース高めかアウトコース低めかの差だよ。これ分かる気がするよ俺。それなんかそうですね。でも、うん、カルチョゾブレンドって書いてあるんで、でこういうのって俺が飲み屋で言うとあこれはいいやっていう風になるぐらい多分癖がある。あ、ないけど、ちょっと待って。これと、これの違いだ、ね、あ、そこですか。こうやって引き裂きやってみると、あ、こんな味してたんだ、これとは違うって初めて発見した。家でやるねえだろ、だいたいこれ飲んでたらずっとこれだから。1個しか飲まないですよね。これなくなったからコンビニ買いに行ったら今回こっちしてくるかなって言ってんのじゃん。はい、クラブなことがないから。なるほどね。初めて確かに違う。では1個目です。これ入ってます。白い高い。あ、3個目です。はい。俺がこれを5本全問正解すると、したら村上が5打点あげてくれる気がするぞ。村上頑張れ。
一瞬待ってもらっていいですか。すいません、瓶を入れ忘れました。すいません。この瓶ってことはもうバッグじゃねえってことだ。入れ物を入れ忘れました。もう最後5個目です。瓶のどれやろ。じゃあちょっと待って、やばい。うん。離されないように紙パックにして。お問題は234よ。エイチコの大きいのと、あのワインみたいな色してる。ああ、ニッカのやつね。もう一回34くれる。あ、入ってます。キッズ逆に分かんなかった。4ちょうだい。はい。なんかもうさっきの味がもう頭の中で分かんない。これ4つ目。4つ目です。電池の大きい方残ってんのがニッカですね。あのウイスキーみたいな色の。おあれか、あれわかんなくなってきたらストローだけど。じゃあ最後1個目もう1回くれ。もうね、1,2,3,4 ぐらいって、はい、もはや違いがわかんない。これ1個目です。日課ってフルーティーな味がしたはずなのに。じゃあね、はい、1が日課、3が二階堂。はい、はい、発表します。はい、麦焼酎ラウンド、はい、5問中、うん、1問正解です。1問か。どれ5か。いや、2ですね。どういう正解。ボンダ順でした、うん、1番がパック、2番がこのこれですよね。あ、そうそうな、はい、3番がイチコのメジャーな、はい、で4番二階堂、5番がウイスキーみたいな日課のものでした。はぁ、下の中に5のスイッチやんだ。いや、これ難しいぞ、あのストローだと。いや、もう飲めば飲むほどですね、しかも。もうだって今ほてってて、俺の心の中半分ぐらい生配信もいいよ、いいよ。いや日課と紙パックってそんな近いんだ。やっぱそこ似てるんですね。でも似てる。だけどストレートになるとこんなに違うのかって。やっぱり二階堂とイチコのメジャーって紙一重。そこも似てるんですね。似てる。というわけで福田さん、いかがでしたか。10勝中6勝4敗、はい、麦焼酎ソミレはいいから、あ、ようから、はい、のいや、缶中杯ソムリエももういいんじゃん。いい。違う種類がいっぱい出てきたら分からんよ、お前。ぜひ次は女性ソムリエ。